かっこいい。あ、おいしいが元に戻っちゃった。うん、魔法が解けた。そのさ、シャツどこに売ってんの。ずいぶん前に買ったから覚えてないですね。いや、よくありそうなんだけど、一体どこに売ってるかわかんない。ユニクロとかですか。ユニクロいろんなタイプ売ってますね。イケメンのズラ。本当ナチュラル。でも気づかなかったっす。うん。気づかなかった。うん。結構普通っしょ。そうですね。来たのかなと。シャンプーできます。ブラッシングできます。あ、あのね、楽天で買いました。うん。もっとチャラいのもいっぱいあった。チャラい。うん。こんな感じの。ひどい。多分こういう感じだと思います。うん、こういう感じ。さあ、誰の名刺でしょう。内緒内緒。はい、まあ、内緒ですね。すごいよね、これ。すごいですね。名刺どころだよ。なんか困る。でもやっぱり本人と一緒じゃないと分かんなくなっちゃうじゃないですか。え、でもそれもらった瞬間吹き出しそうで怖い。、うん、それ持ち歩いてるんですか。私もたまたま見つけてよく笑わなかった。いや、耐えなかったの。やっぱりだよね。これもらっちゃったら怖い怖い。業界人トークまあ、なんか関西弁でね、一般人には関西弁でね。でもそれ以上は、それ以上は関西弁でね。よくご存知だったんですか。いや、一緒に仕事しますから。ああ、ネイル可愛い。まあそんなこんなで、うん、ダベっててすいませんけど、どうですかね。うっすんはかっこよくなりそうですかね。ポピンズ、ポピンズ。そう、今日はポピンズを歌うよ。うっすんが歌ったら殺す。え、殺さないで。まだ、うん、もうちょっと。ちょっとパート歌うのかな。いやいや、僕のパート。うっすのね、うっすのポピンズ聞いたら悲しくなっちゃうと思うんだよね、私。そんな。うっすのポピンズ聞きたい人。教授。教授。の。はーい。の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 。あ、そうだよ。の。作詞でーす。あ、絵がいっぱいある。なんで折れてる。腕折れてる。腕折れてる。折れてる。面白い。うっすんは歌うなよ。すごい、手が折れてる。ちゃんとまゆちゃんのパートを覚えてきた。いや、普通も。まゆちゃんのパート覚えてきた。やろう。じゃあ私とうっすん、はたさんと伊藤さんで。嫌です、お断りします。あ、久々のアンケート。久々だよ、アンケート。更新しよう。更新。え、もう一回。へ、これかわいいね。へがかわいい。ものすごいところで褒め惚れますね。へがね。最高のところでは。へがかわいい。あ、すごい。お断り70って。っていうか、練習してきたのに。29% も、いや、その優しい人がいることに感動。どうしましょうか。あ、聞きたくないって。はたさんが歌いたいっていう。いや、安心の7割。でもそう、30% いるっていうのがね、なかなかこう、あれだね。じゃあ、あの、ワンコーラス目は歌いたいですかね。お、ツーコーラスからは、はい、キャー。え、ちょっと私が緊張する。作詞してくれたハタさんと一緒に歌うなんて。私が間違ったりしてる。いや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 、練習したい。練習したい。ちょっと今日バタバタしてて練習ができなかったですよね。じゃあちなみにここで明かすんですけど、なんとさっきリリちゃんが来てくれたんですよ。リリちゃんが、え、そうなの？あのポピンズのリリちゃんが、うん、決してマイちゃんが来たわけじゃなくて、あのリリちゃんが来てくれて、リリちゃんがちょっと、あの、はい、難しくて、
で、あのお菓子を差し入れしてくれて、もう食べちゃって、2つしか残ってないよ。何の説明もしないで食べても。ゆりちゃんのお菓子だったの。ゆりちゃん、ポピンズ製のお菓子だよ。さすがポピンズ製、ないですね。全部揃ってるバージョンは写真撮ったのでブログに載せます。ビーリーのブログに載せます。ファンクラブ作ったよ、入ってね。はい、ということで、それじゃあひーちゃんはちょっと事情があって帰っちゃったんですけど、ポピンズ製の絵の終電っていうか終船、終船、終飛行船が、はい、そう、終飛行船の状況でちょっとあのポピンズ製に帰っちゃったんですけど、銀河鉄道で、はい、一番はなんかそれいろんな人に失礼だよね。そうですね、いろんなまあとりあえずマーコーラと歌って、こんな感じで、ここで全部ですか。うん、マーコーラ、こっち側も全部、うん、これは緊張しますね。どこが歌ってるとこで、どこが休んでるとこか分かりました？これ、こっちがリリさんの方ですよね。多分最初は。あの、熱いから2人なんですよ。ああ、そうですね。はい、ここ掛け合いになってるよね。確か、釣ってきたもので、掛け合いですね。掛け合い？寂しげ、3両目は2人になるんです。あの他の人が入ってくるんです。ごめんなさい、愛ちゃん見ちゃった。すいません、秘密が入ってくるんです、はい、相方が入ってきて一人一人2人、3両目は必ず2人で、ね、そうなんです。あ、順番どうだったっけ。リリー2人、ルル2人、うん、2人、ずっと2人で、かわいいね。で2番はそれが逆になるんです。ルルルル2人、リリリリ2人、3人じゃない、誰だよ3人目ずっと2人、残りは2人。めっちゃ笑顔で覗いている人がお疲れ様です。これが欲しいんじゃないの。あ、似合いそう。でもまた別のプロデューサーさんが今笑顔でピースして帰りました。似合いそう。多分ズラが欲しいんだよね。似合いそうですね。つ、はい、わけで、それじゃあ、3人で歌っていきたいと思います。恋のジェットシューター。ここから出したことですね、そして。そうです。頑張れ。3人でポピンズします。斉藤 P かって聞かれてる。うん、違うよ、斉藤 P じゃないよ。斉藤さんハゲてる。あ、一人ごとです。はい。これぐらいの、こう大丈夫です。聞こえる感じですよね。じゃあ、純之助 P でもないよ。すげえ恥ずかしいっすね。恥ずかしいっすね。恥ずかしいっすね。あ、コーナー名いいのって言われちゃった。清水愛が歌ってみた。今日は、1番はうっすん、2番からは畑さんとポピンズします。すげえ恥ずかしい。懐かしい。これは、ディアーズっていうアニメのエンディングテーマで、なんとポピンズさんがアニメーションで描かれてて、なんかちょこちょこミニキャラが出てくるっていうエンディングだったんですけど、今部屋の中で畑さんが着替えてます。なんと、なんで部屋にいるなんて言ってくださいよ。今から着替えるから見ないでねって言ってくれれば見なかったのに。見てよって言ってるの。いやだって、そんなことなんて。すげえびっくりした。信頼してくださいよ。買ったばっかり。ハサミハサミはどっかにありそうだけど。すげえびっくりした。びっくりした。僕でさえ外出て着替えてきたんですから。そうですよ。心は乙女ですね。男らしいですね。今日はイケメン畑さんでした。クリスさん、なんかベサベサって音が聞こえて、なんだろう。超びっくりしちゃった。それじゃあ、何の予告もなく延長していただいてた、ありがとうございます。もう53分だったんですね。じゃあそろそろ歌います。はい、じゃあ歌
イクを。